地域の交通を担う路線バスの運転手が不足する中、人材を確保しようとオホーツク地方のバス会社が運転体験会を開いています。この体験会は運転手不足で路線の維持が難しくなっているオホーツク地方の5つのバス会社と道などが企画しました。体験会では運転の感覚をつかみやすいオートマチックトランスミッションのバスが用意され、参加者らは現役の運転手から運転のコツなどを教わった後、実際に運転免許試験場のコースを走行しました。もともと二種免許を持っていてもペーパードライバーなので、でちょっと練習する場所がないので、こういう機会があったらもうぜひ参加させてもらって、ちょっと感覚を取り戻すような感じでやらせてもらっています。道内では運転手の不足により路線バスの廃止や減便などが起きていて、道は運転手を増やして地域の足を確保したいと話しています。